よいしょ、よいしょ。ふぅ、これで終わりっと。いいよ、いいよ。これもうどんのためと思えば。そういうのは、あうんの呼吸ってやつでいこうよ。しかしこれつけて戦うとか本気で漫画じみてきたな。これつけてもスルスル動けるようになれば外した時はハイパー化しそうだもんね。だね。ふん。マサヤ、ちょっと変わった。FC を再開する前からだと別人みたいに見える。昔のマサヤって他人にそこまで興味がないように見えた。でも今は。こんなにアスカのためを思って動いてるじゃない。でもマサヤをここまでさせるアスカもまたすごいんだね。付き合ってよかったと思う。お似合いだよね。じゃなくて、本気でそう思ってるんだって。二人ともそれぞれいい方に変わったじゃない。私さ、正直言ってちょっとアスカが苦手なとこあったんだ。だね。だから夏の大会の後、もし乾さんがやってこなかったら、私アスカとぶつかってたかもしれない。いや、ぶつかる前に部活そのものをやめてたかな。そっちの方が私らしい。眩しかったんだよね。あんなにまっすぐな子、今まで会ったことがなかったから。私、どんなに好きなことでも、あんなに一生懸命にはきっとなれないもの。どこかで飽きるか、壁にぶつかって投げるか、どっちかだと思う。ありがとう。純粋に嬉しいな。わかってるって。マサヤ、そういうとこ不器用だもの。うん。じゃあ、秋の大会が終わったら、私もちょっとやってみるかな。努力っての、真剣にね。じゃあそろそろ真白が来るから、そっちのことは任せる。うん、ちょっとね。ありえるかもしれなかった未来についてちょっと感傷的になったのだ。だよね。だから頭冷やしてくる。そんじゃね、マサヤ。
ちは。あれ、美咲先輩いませんでした？じゃあここで先輩と二人きりでみんなが来るのを待つんですか？冗談ですよ。でも美咲先輩がいないのは残念だな。まあいいじゃないですか、二人で待ってましょう。率直に言ってください、私って弱っちいですよね。練習しても考えてやってみても、それでも全然うまくなる気配がないですよね。それって才能がないのかなって、ちょっと卑屈になってたところでした。だからさっきのはその確認です。ですよね。次の話って才能がどうとかいうことですか？アスカ先輩ですか？だって先輩はすごいじゃないですか。強いしかっこいいし。そうですけど、でもあの状態から上手くなったのなんて、それこそ才能じゃ。そんなの全然。それじゃあ私も一生懸命頑張っていれば、アスカ先輩みたいになれたのかもってことですか？ですよ。もし私がアスカ先輩以上に練習してすごく頑張ったら、ひょっとしたらそのマサヤ先輩は私と一緒に頑張ったりとかしてました？え、そんな即答でいいんですか？それとマサヤ先輩の話もですよ。それはさすがに怒られちゃうかも。ほら
ないですか。それぐらいマサヤ先輩ってケチですよね。ここのところ毎日練習を手伝っていただいて。いえいえ、それだけじゃお返しになりません。今度何かお料理作って持っていきますね。あ、でもアスカさんに誤解されちゃいますかね。日向さんが気にしなくてもアスカさんは気にすると思いますよ。そうです、気をつけた方がいいですよ、日向さん。それにしても、なんか最初に疑ったのがバカみたいですね。最初の高藤での練習の時、私だいぶ失礼なことを言っちゃったじゃないですか。それなのに今じゃこうやって誰よりも信頼して練習を見てもらっていて、巡り合わせって本当に不思議です。もし日向さんがもう少し前に FC を再開していたら、そしたら高藤に入っていたかもしれないんですよね。そうしたら日向さんは先輩だったわけですね。想像するとちょっとおかしいです。進藤先輩も佐藤院先輩もきっと今とは全然違ったでしょうし、それに私も、私も、うんですね、私も変わります、これから。もう一回だけ飛んでみてもいいですか。はい。それで今日はどんな練習にするのかな。最後だから全員対アスカってのでどう。それは大変そうです。はあ、それより厳しい。一体何が待ってるんでしょうか。早速教えてもらおうかな、ひな。
よう、遅かったな、みんな。まさか、アスカ先輩の最後の練習相手って。そうきましたか。確かにこれは僕たち全員を相手にするより大変な相手だね。今日倉科の相手をするのは私だ。よろしくな。はい。私、先生が FC するとこって初めて見るかも。俺だってそうだよ。というか、ひなた以外は全員そうじゃないのか。いや、僕は見たことあるよ。もう何年も前になるけどね。そっか、進藤さんは見てておかしくないか。どんな選手だったんですか、鏡先生は。どんな選手、どういうタイプだったのかとか、得意技とか。それは難しい質問だね。そうだな、強いて言えば、強いて言えば強い。ふざけてるんじゃないんだ。ただそれしか言いようがないんだ。 FC 選手鏡葵は他を寄せつけないほどに強かった。それしか印象にないんだ。スピード、勝負感、駆け引き、各種動作、全てにおいてハイレベルなのはもちろん、動きにも無駄がなく美しかった。進藤さんをしてそう言わせるんだ。むしろなんで選手を辞めたのかわからないぐらいだ。間違いなく世界に通用する選手だった。だから今日ここで鏡先生の試合が見られるのは FC の選手として本当に貴重でありえないことなんだ。ありえないこと。それだけ日向君の存在が大きいんだろうからね。そっか、頼んだのは日向君ですもんね。お前が空に戻ってきたんだ。私がくすぶっている理由などは何もないだろ。マサヤがこの半年で何を思ってきたのか。クラシナと戦えば全てわかりそうだな。実に楽しみだ。終わりました。それでは練習試合を行います。では両者準備ができ次第始めます。準備できました。いつでも大丈夫です。こちらもだ。いつでもいいぞ。さあついてこられるか私に。マグ、早い。これって乾さんよりずっとすごい。いつも以上に頼もしいです、先輩。きっと分かっているんだろうな、彼が。何がですか。鏡先生の恐ろしさと、そしてその相手とどう戦うかって。それはマサヤが先生と古い知り合いだからですか。もちろんそれもある。だけど過去の記憶だけじゃ対処しきれないこともたくさんあるだろう。この半年で学んだ、その経験が彼の出す指示の裏付けになっている。日向君はまた凄まじいまでに成長を遂げているんだ。そっか、そうだよね。いつも部室で話してる時の先輩とは全くの別人に見えます。
乾さんの到達タイムより2秒も早い。っていうか先生、フライングスーツも着てないのに。そうですよね、動きにくそうな服なのに全くハンデとかなさそう。さあここからどう仕掛けるか。着きました。はい、はあ、犬居張りの当選簿が。しかし私を止められるかな。いえ、当選簿はしません。私は。先生の背後を取りに行きます。高い完成度だ。クラシナ君、本当に腕を上げたな。ですね。多角形連撃、やっているとは知っていたが、まさかこのレベルまで達しているとはな。まるで世界レベルの選手とやっているようだ。それは読めるぞ。はい。やるな。まだな。ここでもう1ポイント取らないと。はい、準備します。マサヤ。昔散々言ったはずだぞ、あからさまなチャンスは間違いなく落とし穴だと。クラシナ、もらった。どうしたマサヤ、あれぐらいのフェイント予想できたはずだぞ。当たり前だ、全力でやらなければお前にもクラシナにも失礼だからな。そう来なくてはな。クラシナ、気合い入れていけよ。はい、次はやり返します。いいぞ、その勢いだ。なりふり構わずやり合うことで真の勝負ができる。さあ来なさい、私は強いぞ。
なんかもう見てるだけで消耗しそうな戦いだね。私も何がなんだか。先生、今まででもめちゃくちゃ強かったのに、その上に本気出されたら勝てないですよね。どうなんですか、進藤先輩。素晴らしい。え？神様だ、やっぱり。神様？船浜の生んだ大スター、鏡葵と白瀬隼人。もう見ることなんてできないって思ってた神様のうち、一方の試合を卒業間近で見ることができるなんて、やめるわけにはいかなくなってしまったな。先輩、そのやめるって。僕はね、フライングサーカスをやめるつもりだったんだ。僕はこのスポーツで一度頂点を。でも最初は常に不安で押しつぶされそうだったんだ。いただいた様々な誘いも全て断ろうとしていた。だけど今気が変わった。ここに来いって言ってるんだよ、加賀美先生は。僕は決めたよ。一体何を？世界へ。そうしなければ見えない景色があるってことを、今あの二人に教えているんだよ、先生は。なんとか先に。スピード勝負では分が悪いだろう、クラシナ。そんなことありません。そんなことあるようだが。アスカが不得意なスピード勝負か。先生も厳しいね。しかしでも自分が有利な勝負に持ち込むのは先方としては基本ですから。そうなんだよね。ま、でもマサヤも何か考えてるんじゃないの。でもまだ何も動きませんね。いや、V に近づいたところで何か仕掛けてくるはずだ。どうした？かけっこでかなわないと見て、上空から背中でも狙いに来たか？ああ、ついに抜かれちゃったよ。もう、先輩は何してるんですか？ドッグファイトでもないのに上へ行くとか。進藤先輩、日向さんの狙いが分かったんですか？多分これは。はあ、行きます。なるほどね。クラシナの動きそのままでは直線での戦いで私に勝てる見込みがない。ならば重力を利用して落とせばいい。変速のローヨーヨーを使えば軌道も一定になるし、速度だって私は上回る。正解。なぜ？よし！やった！これで同点だね！おかしい。何か？さっきの加賀美先生の発言からすれば、
今のセカンド V を巡る動きも予想できたんじゃないか。おお、言われてみればそうかもしれない。重力を使った戦法自体は基本戦略だもんね。鏡先生が真剣勝負をしているのは間違いない。その時々に何かしらのメッセージを送っているように。メッセージですか？おそらく、ひなた。気づいたみたいだな、マサヤ。まったく、昔だったら罰ゲームものだ。あの、一体何のことなんですか？重なってた？昔の練習に？だがそれもこれで最後だ。マサヤ、覚えてるか？一度だけ見せたあの技。試合時間も残り少ない。それに最後を飾るにはちょうどいいと思わないか？ですか？行くぞ。あ、先生、どこですか？周りって、理解超えてるんだけど。あの白く光ってるところに先生が飛んでるんですよね。ってことだよね。うん、すごいな、この技まで出てきてしまうのか。進藤先輩は見たことがあるんですか？まさか、もう伝説レベルの話だよ。鏡先生が世界大会で一度だけ使った技で、その後封印したぐらいの知識しかない。封印しちゃったんだ。どうしてですか？禁じ手だからだろう。アンジェリック・ヘイローは膨大な体力を消費するため、残り時間の少ない時にしか使えない技だ。でも発動している間は相手に一切の自由を与えないことから、物議を醸した技でもあったんだ。乾さんのやってきたあの鳥かごみたいなものなんですか？バードケージに比べればその支配力は低いけれど、絶望的な状況を作り出すことにかけては引けを取らないね。夏の大会で飛沢君と一ノ瀬君がやった試合のことを覚えているかな？はい、覚えています。
あの試合、富澤くんが一ノ瀬くんの周りを回転して時間切れを狙っただろ。はい、しました。簡単に言ってしまえば、アンジェリック・ヘイローはあれを凄まじくハイレベルにしたものだ。ハイレベルに、攻撃できない状態に強制的に追い込んでしまうということですか？そういうことだ。逃げようとして倉科さんが動けば、高速移動中の鏡先生に捕まってしまう可能性が高い。あの中から逃げるって、よほどタイミングよく高速で逃げ出さないと連続得点を取られてしまうかもしれない。でも鏡先生が履いているシューズって飛燕シリーズの旧モデルですよね。飛燕シリーズの後衛、旧モデルとはいえ当時のハイエンドだ。今でも愛好者は多い。確か飛燕シリーズはオールラウンダーのグラシュじゃ。それっておかしくない？ファイター用のグラシュじゃないと。ファイターのグラシュでもあの速さはおかしいけど。理屈はエアキックターンやコブラと同じだよ。どういうことですか？エアキックターンは体を丸めて足と腕を触れ合わせてメンブレンの移動をショートカットさせて急速ターンを可能にする技だよね。それの応用で同じ方向へとメンブレンの移動を一瞬で変えるのがアンジェリック・ヘイローだ。腕を体に沿わせてまっすぐにと、その腕をタイミングよく体に触れたり離したりする。そうやって圧倒的な加速を可能にするんだ。理屈は分かったような気がしますけど、どうしてこの技はメジャーにならないんですか？富澤くんはエアキックターンを絶え間なく100回連続で決めることはできるかな？絶対に無理です、そんなの。そういうことだよ。逆方向へ力を移すのと同じ方向へ力を移すのとでは後者の方がはるかに難しいんだ。自分で言うのも変だけど、僕みたいなコブラの使い手は少ない。コブラは同一方向で急停止急加速だ。どちらも難度は高いけど、まだそちらの方がメンブレンを移動させるタイミングは簡単なんですね。そういうことだね。アンジェリック・ヘイローのように急加速だけを続けるには、メンブレンから加速の部分だけ取り出す必要がある。僕らも2秒が限界かな。振動さんで2秒。2秒じゃ武器になるほどの加速はできない。つまり使えない。鏡先生みたいに2分近く続けるのは普通の人間には不可能だ。ただし弱点もある。じゃあそこをつけば。だがこの場合無意味な弱点だけどね。強引な加速は直線移動できない。なぜならメンブレンのバランスが崩れるからね。そうなんですか。高速移動を続けていると次第に円を描くように。前に進めない以上普通は使い道はないんだけど、ああやって技にしてしまうのが鏡先生のすごいところだ。犬井さんの技の時みたいにこの技も隙がありません。どこに向かっていっても止められてしまいそうで。いいか、マセヤ。この技は禁じ手なんだ。禁じ手。使っている側にも後ろめたさがある。やってはいけないと思いながら使っている。だから、その心の隙を突くんだ。まっすぐに相手を捉えて、突け。まっすぐに、突く。そうだ。怪しいことしてる奴は、絶対に一番上へ行けない。それを信じていれば、勝てるんだ。うん。
ですか。それなら大丈夫です。マサヤさんを信じることだけは自信があります。はい。試合時間残り1分。5対4でクラシナの勝利。やった、アスカの勝ちだ。すごい、よくあんな技から抜け出せたね。すごいよアスカちゃん。あれ私勝ちました。はい。クラシナ。はい先生。お前の勝ちだ。おめでとう。あ、ってことは私あの技を破れたんですね。違いますよ、マセヤさん。私たちがやったんです。そうですよね。そうだ。セコンドとスカイウォーカーの信頼だ。そこさえ忘れなければ、乾にだって勝てるさ。先生。おめでとう。まずはステージ1のクリアだ、クラシナ。はい。ありがとうございます。ひとまずやったね、日向くん。お疲れ様でした。とんでもない、すごい試合を見せてもらったよ。むしろ僕の方がお礼を言いたいぐらいだ。自信を持って戦うといい。乾咲は確かに強敵だが、君たちなら相手として不足はないはずだ。ねぎらってあげてくださいね。マサヤ。昔私が言っていたことを覚えていてくれたようだな。いいんだ、得点も失点も全て勉強だ。全て生かして試合でぶつけるんだ。いいな。マサヤには礼を言わなくてはな。いや、礼を言うのはこちらの方だ。
お前たちには長年付き添った亡霊を払ってもらったんだからな。いずれ話すよ。長い話だ。とにかく本当によくやってくれた。お前は素晴らしいコーチだよ、マセン。そうだな、本番は明後日だ。でもこれまでよりずっと希望の持てる展開になった。そうだな、もうあんな技は必要ないんだ。私と同じ思いをする人間を作らないためにもそうしてくれ。ともかくおめでとう。ほら、早くパートナーをねぎらってやれ。それもセコンドの大切な仕事だぞ。マサヤ、ありがとう。はい、マサヤ君。試合よろしくお願いします。うわ
たです。また恥ずかしい夢を見ちゃいました。もう私ったら、まさやくんに会いたいなって思ったらその日は絶対に見ちゃってるな。今日だって最後にギュッてしてほしかったけど結局言い出せなくて、だからこうやってトビウオさんを代わりにして、こんなところを見られたら恥ずかしくて日本にいられなくなるレベルだし、何よりまさやくんに見せる顔がないよ。でもやっぱり会いたいな、まさやくん。会ってキュッて抱きしめて優しい言葉を耳元でささやいてほしいな。それであの細いけどしっかりした手で頭を撫でてほしい。もう限界です、まさやくん。私我慢できない。ごめんなさい、ごめんなさい。どうしても声が聞きたくなって、遅くにいきなり電話して自分でも申し訳ないって思ってますし、自覚はあるんですけど、それでもちょっと今日はこういう気分なので頼りたいというか、でもまさやくんが嫌ならそれは仕方ないんですけど、今日もお願いしていいですか？それはもうすごく。ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい。子供っぽいってことはよくわかってるんですけど、本当に子供っぽくってごめんなさい。はい、2回目でしたっけ。わうう、最初は一人で寝るつもりだったんです。でも夢でちょっと盛り上がっちゃって、それでそのまま夢から覚めても盛り上がって、盛り上がりすぎちゃいました。まさやくんとお話ししたくなっちゃって、します。はい、ありがとうございます、マセヤくん。はい、キュフ。今日のマセヤくんはいつもと違って柔らかいですね。私もまさやくんの呼吸が聞こえます。なんだか
すぐ近くにいるような気がして不思議ですね。そうでした。自分で設定をバラしちゃいけませんよね。ごめんなさい。そうです、このトビウオさんはマサヤくん、このトビウオさんはマサヤくん。怒らずに聞いてほしいんですけど、本当にマサヤくんとトビウオってどこか似てるんです。その顔が似てるとか体が似てるとかじゃなくて、顎出しのことは今は考えないでください。マサヤくん、怒りますよ。ですね、海から跳ね上がって飛んでる時のキラキラしたとこです。トビウオって飛び上がる時にヒレを大きくしっかりと広げるんです。その時の水を蹴って光ってるところがマサヤくんのイメージとすごく似てて、とってもかっこいいんです。ほら、前に一度私の前で飛んでくれたじゃないですか。あの時本当に私感動したんです。私が大好きなかっこいいものが目の前にあるって、もう夢の中にいるみたいで、ずっと夢見てた空をきれいに飛んでいく姿が本当にあったんだって。だから気がついたら大好きって言っちゃってました。自分でも抑えられなかったんです。できないです。わあ、もう
私の負けです。大好きです、大好きです、まさやくん。ちょっと意地悪されても私は大好きです。トビウオさんが本当にマサヤくんに見えてきました。ですね、小学校に入ってすぐぐらいなんです、実は。はい、マジです。何ですか、マサヤくん。ちょっと面白いですね、えマサヤくん。私今こうやってマサヤくんと話してることすごく嬉しいんですけど、やっぱり会ってお話ししたいです、ちゃんと。やっぱりダメですよね。あ、はい。